じゃあすいません、こんばんは。こんばんは。すいません、本当は順番が前後しちゃうんですが、私が今日ね伊豆の修善寺って渡航なんですよ。来れたことあります？20年前ぐらい。20年前に。私も20年ぐらい前に。新幹線の時間と今ねこうなんか考えながら、でもまあとりあえずはまだ大丈夫です。とりあえずすいません、オープンマイクなんか他の方々まだ夜のお楽しみはこれからなんで、ってことで今日は3人でやってしまうんですね。ジュラピアというロックンロールセッションでいきたいと思います。じゃあとりあえず曲はもう別にね、国土136号線って言っても多分誰もわかんないと思いますよね。でも知ってる人は知ってます。伊豆の国道なんですよ。よく西海岸の松崎とか、土井とかって分かりますかね。土井人岬があるあたり、昨日は土井の高校ホテルで行ってたね。そこで女の子に振られるっていう、まあそれだけの歌なんですね。そういうことなんです。じゃあとりあえず行きましょうか。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。私も大丈夫です。はい、はい、じゃあ行きます。Thank you.
どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや、なんか面白いね、やっぱりピアノ入ると転がってるし、ロックンロール感とか。はい、すいません、ありがとうございます。